ユバスキュラは、フィンランド、中央総未県の都市、ユバスキュラ郡に属する、ヘルシンキから 270km、タンペレからは 140km、人口134,802人。町は、ユバスヤルビと呼ばれる湖の畔を中心に広がっている。食器のイったらで有名なアルバーアールと美術館と、フィンランド中央博物館が隣接して、市内に立ち、 大学もある。また世界ラリー選手権の名物イベント、ラリーフィンランドが開催されている。アルバールとゆかりの街でもあり、サウナッツアロの村役場など、アールと建築が多く残っている。ユバスキュラは1837年、ニコラ一世によって建てられた。メインストリートヘルシンキ、タンペレ方面からユバスキュラ駅にペンドリーノが乗り入れている。近年、 新駅舎が完成し近代化された。趣のある旧駅舎は残されており、アンティークショップなどとなっている。高速道路も通っている。バスは鉄道のないユバスキュララハティカニは重要な交通機関となっている。スキージャンプの世界記録保持者、マッチニッカネンの出身地であり、彼は市内にある丘を走って登り降りすることで体を鍛えたと言われている。ユバスキュラを 本拠地に置くサッカークラブチームとして JJK ユバスキュラが存在し2008年シーズンは2部相当のウッコ年に所属しているアイスホッケーでは SM リーガのチーム JYP が存在しカナダカップで2度リーグ制覇を果たしている毎年夏にはラリーフィンランドが開催され多くの感染者が訪れるスペシャルステージの周りに湖が点在しており過去に 千コラリーとも呼ばれていた。ラリーカーは、ミホソ路ロを高速で駆け抜け、シリーズ屈指のジャンプを見せることでも有名である。このラリーの勝者は、地元のフィンランド出身が多く、2007年をもって引退したマーガスグロンホルムが最多勝値を誇っている。2010年フィンランド年間最優秀スポーツ選手に、選ばれたオリエンテイリング選手、みんなカウッピが住んでいることでも有名である。 ありがとうございます。